長崎エルサレム教会の主任牧師であるあなたが、この長崎エルサレム教会で牧会されている日本中、世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊様が御言葉を通して私に語ってくださって、慰め、励さめ、力づけ、神の言葉によって私の信仰を養い、あなたが約束された祝福、用意されたそのあふれるばかりの祝福を共に見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。語る者の行くものも減り下ります。語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。礼拝いたします。褒めたたえます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神官しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の1分動画はですね、献金ということで見ていただきたいと思います。お願いいたします。皆さんこんにちは。今回のテーマは献金です。私たちの教会では毎回の礼拝の中で献金の時があります。献金は私たちから神様への捧げ物です。強制されてするものではありません。献金は礼拝の表れです。心から喜んで捧げていきましょう。祈りや賛美と同じですね。心から喜んで感謝を持って。子供たちに献金について話すと、僕のお小遣いが減っちゃうじゃんと言っていきます。確かに減ると考えてしまう方は多いようです。でも本当に減るのでしょうか。マラキ書3章8節から10節には10分の1の捧げ物が書かれています。10分の1の捧げ物を怠ることは神のものを盗むことと言われています。モーセの律法では10分の1は神のものであると言っています。あふれるばかりの祝福が注ぐか試してみようとあるように、10分の1を捧げることを通して素晴らしい祝福を私たちは受けていくのです。神様に対して試してはいけませんが、唯一献金、捧げ物に関しては試してみようとあります。神様に心から捧げるときに、神様は豊かに実際的な祝福や霊的な祝福を与えてくださいます。私たちが持っているものは全て神様が私たちに与えてくださったものです。神様が与えてくださった中から感謝して心から喜んで捧げていきましょう。神様は豊かに祝福してくださいます。はい、ありがとうございます。献金のことはですね、よく誤解されたりつまずいたりされる方がいますが、喜んで心から捧げるというのが大原則ですね。で、私は洗礼を受ける前に必ず自分の献金のことは言うんですが、その後はもうご本人に任せます。これは強制されてするものではないので。ただ聖書は10分の1献金を命じています。ですからそれに従うと必ず祝福されます。で、聖書は神を試してはならないとかなり厳しく言っていますが、一つだけこの特に献金、特に10分の1献金のところだけは別なんですね。10分の1を捧げて神様が祝福さすかどうかを試してみようとはっきり書いてあるので、10分の1献金だけは試していいんです。だから10分の1献金をしっかり神に捧げている場合は神様に言っていいんですね。約束されたじゃないですか、捧げたんですからちゃんと守ってくださいって言えるわけですね。それは神様の約束だからですね。で、私は父と母を通して10分の1献金を学びましたけれども、いかに神が捧げてくださるかって見てきましたし、私も10分の1献金はいつもすぐやってまいりました。最優先で、それで今まで守られてきたと思っています。8人の子どもたちとその生活をですね、豊かだとは決していませんが、支えられてきましたね。だから本当に神様に捧げるということは素晴らしいということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。もうちょっと言えばですね、私の両親は捧げてくださったので、私と私の子どもたちはその両親の捧げ物を通して守られ祝福されてきたと本気で思ってるんですね。子どもたちもそう思ってると思います。で、本当に捧げると自分だけじゃなくてその子どもたちまで祝福を呼んでいくんだなということをね、見ることができます。これだけはね、やらないと分かりませんだからといって強制してませんよ。でもやらないと分からない。でも本当に捧げていくとね、神がどんなに捧げてくださるか、祝福してくださるかを体験しますのでね、ぜひね、捧げられることをお勧めします。というのは聖書がそう命じているからですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はマルコの6章のところから5000人の給食と言われているところをお開きしました。これはですね、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、ヨハネの福音書という4つの福音書、
最初のマタイ、マルコ、ルカは共感福音書、共に見ると書いて共感福音書、ヨハネのことを第四福音書とかいろいろ言われるんですけども、この4つの福音書の全部に出てるんですね。4つの福音書全部に出てる記事というのはそう多くないんです。十字架のこととか復活のこと、十字架のことも違った側面から書いてありますので、4つの福音書をまとめて1つの十字架の物語ができるという感じなんですね。でこの4つの福音書全部に若干違うけど同じように書いてあるこの五千の給食というのはね、まれなんですね。まあ、あの後書かれているのはロバのことね、それからイエス・キリストの誕生についてはマタイとルカしか書いてないんですね。だから1つの福音書とか2つか3つに載っているのはあるけど、4つ全部に書かれているというのはそう多くない。だからこの五千の給食は4つの福音書全部に書かれている、だから特別な記事だったということが分かります。で、今日はマルコを開きました。それはさっきも言いましたように38節のパンはどれくらいありますかって言葉に後で詳しく言いますけど、そこに目を留めたいからなんですが、ですもこれ ね今日目を留めていきたいと思います。でそこに行く前に一応簡単に、ね、話します。マルコの福音書では実はまず弟子たちがですね2人ずつ使わされる。6章のこちらで読みます。7節、また12弟子を選び、イエス様は弟子を選んだ後その12弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、彼らに汚れたりを追い出す権威を与えになったと書いてある。2人ずつ、汚れたり悪霊を追い出す権威を与えて使わしていきます。そして彼らは使わされていって12節13節、こうして12人が出ていき、2人ですね、ペアになって悔い改めの時広め宣教したわけですね。悪霊を多く追い出し、大勢の病人を油を塗って癒したと。だから悪霊を追い出しと癒しをして、そして、ね、福音を語って帰ってきたわけです。で帰ってきた時にイエス様が31節ね、途中話があるんですけど、ちょっと31節ね、そこでイエスは、さて人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。やってきたことを伝えたわけですね。そしたらイエス様はね、そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。これ私大好きなんですね。本当に福音宣教に行って2人と行ってね、こう喜んで一生懸命やったと思うけど、帰ってきたらね、よくやったってね、次はこれなんて言ってないですよね。よくね、さああなた方だけで少し休みなさいってこうちゃんと言ってくれるんですよね。嬉しくないですか、ね、一つの仕事終わったら、はい次はこれ、はいこれって言ってなくて、はい、よくやったね、ちょっと休みなさいってこう言ってくださるんですね。これがイエス・キリストです、ね、そして人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからだ。日本人にぴったりですよね食事する時間もないぐらい忙しかった。だからちょっとあなたがだけでちょっとね、人のいないところに行ってしっかり休みなさいよって。神様は時々ですね、人生にストップをかけることがあるんです。それはね、マイナスのまないください。よく働いたねって、ちょっと休みなさいっていう時があるんですね、本当に。だからね、他の人も何かあった時ね、すぐ否定的にしたけどね、それはサタンです。いや、ちょっと休んだらいいよっていうことですね。そういうね、イエス様の眼差しを皆さん持ってくださいね。で、この時言ったの。そしてそこで弟子たちは32節、ね、彼らは船に乗って、ね、飛行機に乗ってたとかありましたけど、当時飛行機なかったから、船に乗って、自分たちだけで寂しいところへ行った。まあ、イエス様も一緒なんですけどね、あと見たところに。イエス様と一緒に自分たちだけ船に乗って行きました。人のいないところ、寂しいところに向かってね、人のいっぱいいるところ行ったら、ね、一緒だから、人のいない寂しいところに行って休もうと思って行ったわけで、船に乗って ね、これ船に乗ったら人と離れるからね、こう船に乗って行った。そしたら、ところがですね、33節、ところが多くの人々が、これまずイエス様によって癒された人、ね、触れられた人、それから弟子たちを通して、その悪霊を出され、癒され、祝福を受けた人たちが、彼らの出ていくのを見て、それと気づいて、あイエス様と弟子たちが行くんだって言って、方々の町から、船の行く方を向いたらどっちか分かるから、先にそこへ徒歩で駆けつけ、帰るよりも先に着いてしまったと。もうたくさんの人が先にもう行っちゃって着いたら先にいっぱい人が待っていた。でもね、羨ましいですね。教会そうなってほしいですよ ね、ね、ちょっとね、休もうかってそのぐるみに行ったら、もうたくさんの人が待ってて、祈ってくださいってね、ちょっとじゃあ途切れに行こうと思って、途切れに行ったらもういっぱいいたって言ってね、じゃあもう教会が来てきたらワンサが待っていたって、まもなくそういう時代がやってきます、ね、たくさんの人たちがやってきた。やっぱり技が起こってたからですよね。主が実際にいたからでしょうけど、これこうね集まってきた、ね、そしたらイエス様はせっかく休もうと思ったのに言ってないんですよ。イエス様はその人たちを見て、船から上がられると多くの群衆っていうかすごいいっぱいだった。群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められたと。指導者はいっぱいいたんです、ユダヤ教の指導者は。でも彼らはイエスをキリストを認めることのできない心の高さを持っていたし、立法を教えはしたけれども福音を語ってはいなかった。愛しちゃいけない、こうしちゃいけない、
ああしなさいこうしなさいとは言うけれども、そうすることができるようになるよって、必ず神様がこうしてくださるよって、できるようになるよっていう希望と福音を語ってくれてなかった。だから彼らは、疲れたわけですね。教会に来て疲れないでね、教会が知らない間に立法的になってね、あしちゃいけません、こうしちゃいけません、こうしなきゃいけませんって言うと、教会ぐらいしんどいところはないんです。聖書以上に最高の規範はないんです。これは宗教学的に言えます。これは宗教学的に言えます。聖書の規範はないんです。でこれを立法によって守ろうと思ったら、教会ほどしんどいところありません。教会が帰ったら必ずマッサージしないといけません。いや真面目に、私クリスチャン2世だから分かるんです。でそうなると教会は砂漠になります。クリスチャンホームは砂漠になります。でこれはそうじゃない、福音なんです。福音っていうのはね、ゴスペルってね、十字架で主が成し遂げてくださったから、あなたのうちにイエス様がいて聖霊がいるから、私たちはどうしようもないできないって言ってたけど、イエス様が聖霊様がそれをしてくださるよって、できなかったこの律法をやってくださるよって、例えば愛せるようになるよって、許せるようになるよって、人の喜びを喜べるようになるよって、簡単と思うでしょうけどね、人の悲しみを悲しむのは簡単だけどね、一緒に喜ぶことを喜ぶのはね、そんな簡単ではないんです。遠い人の喜びを喜ぶのは簡単だけどね、本当に近い人もできるかもしれないけど、何て言いましょうかね、何とも言えない環境の人の喜びを喜ぶのは難しい、人間っていうのは。それもできるようになるよって福音なんですよ。喜ばなきゃダメじゃないかって言うんじゃなくて、いや、イエス様いるから喜べるようになるよって、愛せるものになるよって、許せるようになるよって、大丈夫だよって、進んでいけるからっていうのは福音なんですよ。キリストがいるから、聖霊がおられるからって。でそれをイエス様はね、弟子たちはそのことをね、まあ、知ってたんですよね。それで、まあ、まだこの時は聖霊じゃなくてイエス様ですけどね、それでみんな集まってきてガーッと ね、そしたらイエス様はね、深く憐れみ教え始められたんです。そうやって立法に苦しめてるから、本当に福音によって、ね、こう慰めと癒しを起こしたいと思って休むために行ったけど、人が押しかけた時にね、喜んでその人たちに教え始められた。でこれは何時だったかわからないけど、まあ、朝だったのか昼だったのかわかりませんけども、教え始めたらみんなもう上書いてるから聞き入るわけですよね。もう聞き入る。だから一生懸命こうイエス様教えて教えていったら、そのうちもう時刻も遅くなった、夕方になったんでしょうね。で今みたいに電気はないから、遅くなったらですね、もうおしまいですね。暗くなったらろうそくの火が出てますからね。それで弟子たちがね、言うわけです。35節、もうそのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは偏僻なところで、そうですね、休もうと思って行ったところ、偏僻なんです。人はいないし偏僻なところで、お店なんかない。もう時刻も遅くなりました。だからみんなを解散させてくださいと。どうしたかというと、お腹減ってくるから、近くの部落や村に行って、だから町はない、部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。民家を訪ねて分けてもらうように、みんなでね、早めにやってあげてください。そうじゃないと食事がなくなりますから。他の国書を見たらね、エス様言ってるんですけどね、彼らを満腹させてあげないと途中で動けなくなっちゃいけないからって言ってるところがあるんですね、他の国書では。ということは、本当に偏僻なところだったから町まで行くのは無理だ。だからその近くの部落や村に行って、その民家に行ってご飯をね、とにかくちょっとおか分けてもらうしかないから、ちょっと早めにそうしてくださいイエス様って。これ弟子たちは思いやりがあると思いませんか。弟子たちはもう健全なことを言ってるんです、すごく。でここは不信仰じゃない、健全なんです、健やかなんです。ところがここでイエス様は何て言われたか、次なんですね、27節って。ここなんですね、一つ目ね。すると彼らに答えて言われた、あなた方で人たちに何か食べるものをあげなさい。え、いや、だからあなた方で弟子たちに向かって、いや、ね、その前に思い出してください。弟子たちは行って福音を語り、病気を治し、悪霊を追い出したんです。それは明らかに弟子たちの力じゃないんです。主からいただいた権威と力なんです。それでその奇跡を見たんです。弟子たちが手をどんなに置いてあって、手のぬくもりで熱くなるだけ、それ以上ではありません。汚れてたら汚くなるだけ。イエス様がいたから癒されたんです。弟子たちがどんなに叫んでわめき立てようと、悪霊なんか出ていきません。キリストの御名の権威があったから出ていったんです。それを体験して帰ってきた弟子たちに、あなた方で何かあげなさいって言ったの。ここでね、思い出してほしかったの。あれができたんだから、ね、きっとできると思ってくれよかったけど、そうはならなかったんです。え？いや、すいませんって。あと見たら男5000人。男5000人ってことは、女性もいたと思うから、まあ、女性を平等として5000人で、イスラエルは多産だから、木原家でも普通です。
ね、キャラが多さんだから2人と考えて2万人3人いたら1万5千人あ2万5千人4人いたら4万人かな、え、合ってるかな、ちょっとすみません混乱してきたとにかくたくさんなんです。何を言いたいかというと、少なく見積もっても1万2万はいたわけですよね。であと見たら5つのパンと2機の魚だから無理ですよ。それにあのお金分けにしたってみんなにね、それ無理でしょ、そんなお金が。だからね、えって感じですね。それで思わず弟子たちは言った、私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるということでしょうか、出て行ってパンを買ってくるんですかって。これ200デナリって分かりにくいんですけど、1デナリは1日の収益なんです。だからそういうとね、長崎と東京では随分違うんです、ね、まあ、1万円としたら200万円です。5000円としたら100万円です。でも限定学生証1万円です書いてある、ね、ここは、ね、私たちが出かけて行ってこの人たち全員の分のパンを買ってくるんでしょうかって書いてある。一番分かりやすいですね。そう、この男だけで5000人数万人、私たち全員分のパンを買ってくるってことですかって意味ですね。すごいお金ですよね。そんなのお金ないし、そんなのできませんってことです。これはだから無茶ですよ、無理ですよって言ったんですね。告白信仰になるんですよ。弟子たちの気持ちはよく分かります。私がそこにいたら分かりましたって言ったかというかというと、ちょっと分からないからね、いや同じこと言ったかもしれないから気持ち分かります。ただね、イエス様が言ったでしょ。イエス様が言ったときはできるんです。これね、私がね、いや何とかしてあげてよって言うのは無理よって言って、すいませんって、それでおしまい。イエス様があなた方で何とかしてあげなさいってイエス様に言われたらできるんです。イエス様に言われたらできるんです。簡単ですよ。イエス様どうしたらいいんですかって聞きゃいいんですよ。ちょっととってもじゃないけどできないけど、どうやったらいいんですかって言えばいいんです。これね、キリストの奇跡じゃなくて弟子の奇跡になってたんですよ。そしたらイエス様がね、いつくつあるのって言ってね、それね、感謝してごらん、祝福してごらんって、咲いてごらんとか言ってね、そしたらね、弟子たちを通しての奇跡になってたんですよね、これね。で、今もね、皆さんね、主に言われたら、主が言ったらできるんです。あの、主が言われてないときは、5つのパンは5つのまま、できません。あの、むやみやたらに何でもできるって言えばいいってことじゃありません。間違いないでください。主が言われてないときは無理です、そんなのは。ちゃんと冷静に計算しましょう。でも、イエス様が言われたら、不可能が可能になるんです。例えば、具体的に言いましょうか。子供さんが進学するときに、計算で言ったらとても無理だと思っても、神様が言葉をくださったなら、必ず守られます。これはもう、うちの子供を見ていたら明らかです。仕送りゼロ。ゼロですよ、ゼロ。イダヤ君などはですね、あの小学期のところからですね、住んでる寮からの寮の OB がですね、一時金をくれたって、コロナで。お父さん収入はどうなったかってね、聞いてくる。なんでお前が言うんだって言うからね、あの寮の先輩が言ってきたと。その収入をちゃんと確認してくれ、どれだけ減ったかを知って、寮の先輩たちが助けるって言うんですって。子供たちに行くね、まあ、あのその寮っていうのは、そのいろんな大学が集まってる安い寮なんですよ。だからやっぱりそういうところに入ってくる人たちだから、クリスチャンだけどね、経営で厳しい人たちだから、正直に言いました。そしたらですね、伊沢君がびっくりしたみたいでですね、あの一時金もらったって言ってね、まず最初2万円もらったんですね。それは集める前にね、さっと2万円もらったからね、お父さんごめん、1万円は僕いるんだって言って1万円献金してきました。私に19歳、当時20歳になってたかな、まだ19歳、19歳の大学に助けてもらいました情けない親ですね情けない親だけど見事だと思う。高い大学なんですよ、高いんですよあえて言います、本当に高いんです。ミッションスクールなんで高いんでしょうね。おかしい、接触的に言って、もっとミッションスクール安くすべきだ、ね、ま、あのただ奨学金もらってますけどね、うちの場合は。だけど、ね、親は1円もあの仕送りしてないんですけど、生活守られてて学費もちゃんと払ってん、大変なのはしてません。なぜですか。神の言葉を与えて、神様はちゃんと支えてくれたんですね。奨学金とかいろんな形で、不思議な形で。言葉がないってやっちゃいけませんよ。キャラ牧師やってるから私もというわけにはいかない。神様がおっしゃったかどうかなんですね。これ間違いないでください。ね、主がおっしゃってないときはちゃんと計算して考えてやらないといけないですよね。でも主がおっしゃったなら計算超えちゃうんですよ。この時ね、イエス様が言ったんです。あなた方で何とかしなさいって。しかもイエス様は愛の心で。本当に上帰ってきて、私の話をこんな真剣に聞いてくれてるって。この人たちをね、
空腹のままで帰らせてね、さああとは自分で何とかしろなんてとても言えないって、弟子たちにさあなた方で何とかしなさいって、これあなた方って自分のことです、私で何とかしようってことですよ。本当にイエス様の内側からできて愛が溢れていく心ですよね。だから弟子たちはね、いやちょっと待ってくださいよ、そんな200でないに、なんかそんな電波なんか買っても買えないですよって。弟子様はね、面白い、じゃ今日のところいきますよ。その弟子たちを責めたわけでもない、なんて不信仰なんて言ってない、イエス様が聞いたことは一つなんですよ。するとイエスは言われた。今日の中心です、38節。パンはどれくらいありますか、まあ、日本だったらお米ですね。ご飯何杯つけるおにぎりいくつあるって日本的に言ったら、パンはどれくらいありますかって聞いた。どれくらいありますかって聞いた。また弟子たちは言った。彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。まあ、ここでは魚聞いてないけど、まあ、魚も見ましたね。パンが5つあります。魚が2匹です。で、待ちなさい。6つだったらよかったかって関係ない。3つだったらダメだったら関係ない。主が聞いたのは、パンはいくつありますかって聞いた。どれぐらいあったら足りますかでもないし、どれぐらい足りないんですかでもないし、今いくつありますかって聞いたんです。10個でも100個でも、逆に1個でもよかったんです。0.5 個でも。あるでしょって。そのあるならば、そこから奇跡が始まりますよって言ったんです。多くの人はね、まず人見て数えるんです。こんだけのこれだ。自分があるものを見て、とても無理だと思うんです。無理だと思った瞬間、私にはできない、とても無理って言うんです。もしそう言っていたら、うちの教会はいまだに東京で少なくて、前、教会自体がなくなってた可能性がある。どうしようもない人数だったから。分裂に次ぐ分裂をやって、教会が離散してたと思う。だからね、神様言ったんですよ、世界に出ていけって、一番最初のフィリピンから始めて。全然最初なかったですよ。一番最初のチームは何度も言ってますけども、神様言ったから言ったんですけども、フィリピン行った時、あの秋元牧師が祈ってもらったことはあっても祈ったことはなかったんだから、ね、帰ってきた時に癒しが起こった時に、あなた一人じゃないでしょって、奥さんが二人で祈ったんでしょって言って、そうだよって言ったら、それならわかるって、それはもう一人の人の信仰よってこう言ったんですから、これ笑い話に今はなってるけど、奥さんがそう言っても仕方がない、そういう申し訳ないけど連中だったんですよ。でも私たちは体はあったんです、手はあったんです、手は置けたんです、声に出して祈れたんです。私たちが祈ったって何も起こりはしませんが、イエス様が使わせて、イエス様が共に祈れたから、私が祈った時に奇跡が起こったんです。主が言われた言葉があったから、主に従ってやったから、私の手はただの手、ちょっと汚い手、野球やってたから私はちょっと分厚い手、みんな違います、器用な手もね、不器用な手もあるでしょう、だから手です。でも神様がおっしゃったら、その手を通して神様は癒しでも奇跡でも何でもなさるんです。雄弁だから人が救われるんじゃありません。神様がおっしゃった時に、神様おっしゃるところに行って、神様おっしゃる分かち合いをしたら、下手であろうが話が途切れようが、神が働かれれば人は救われるんです。本当に信じてますか？イエス様を信じてますか？自分の努力や能力に置いてませんか？よりどころ。日本人は勤勉なんです。これ神がくださった賜物です。喜びましょう。誇らないでください。でも、それがマイナスなことある。勤勉さの上に、自分が頑張らないからダメなんだ。頑張ったからできる。頑張らないからダメなんだ。こんなに頑張ったのにどうしてっていう。それは全部自分の頑張りを土台に置いてるんです。私の土台は、イエス・キリストと神の言葉なんですよ。イエス様が、ね、言いなさい。これ何が、いくつありますかって言ったら、あるんですよ。一番あるのはね、存在してるでしょ。いや、私には歌うと思うのがある、あるいは走る能力がある、みんな違うでしょうけども、いや、人と比べたら少ないと思うから関係ない。5つなんて絶対どうしようもないんだから。5つパンがあったからといって5000人が満腹するでしょうか。これは普通に考えたらですね、1つのパンを1000等分しなきゃいけない。その1000等分されたパンをさらに家族で分ける、うちの家族までどうなるんでしょうか。ちりめんじゃこですね。ちりめんじゃこ好きですけど、ちりめんじゃこは一粒食べて好きなんじゃない。あれはまとめて、あの大根おろしにかけて醤油、あのいい醤油をかけるととっても美味しいんです。すみませんね、食べ物の話だと急に元気になるけど、そうなんですね。いつじゃ仕方がないんですよ。でもね、主がおっしゃったら増えるんですよ。増えるんですよ。溢れるほどに増えるんですよ。あのね、
イエス様がおっしゃったらできるんです。イエス様がおったら、イエス様がおっしゃったのは可能なんです。ここが大事なところなんですね。そしてその時言われたのは、パンはどれくらいありますか、言ってみてください、彼らは確かめて言った5つですと。この時ね、イエス様、5つポッチかとかね、そんだけしかないのかとか言ってないの。あ、5つですねって言ったの。何付きした、その付きしたのはね、それぞれ組にして草、青草の上に座らせるようにして弟子たちにお命になったって。で、50人100人と座ったと書いてあるでしょ。組にして座ったのは配りやすくするためですよ。で、座ったってね、こう座ったんじゃないんですね。ダヴィンチの最後の晩餐って椅子に座ってますけど、あれはヨーロッパ人が書いた最後の晩餐。騙されないでね。あれは絵としては素晴らしいけど、事実とは違います。当時のユダヤでは、イスラエルでは、皆さんの方から見てこっちが左なのかな、こういう手をして右手でこうやって食べたんです。横になって、今ここでしたらちょっとやりませんけどね、時々日本の昔のなんか坂本龍馬あたりがこうやって食べてるのあるじゃない、よく横になって、あんな感じで。それが今やった行儀悪いですよ、真似しないように。だけども当時のイスラエルではそれが普通だったんです。だから最後の晩餐の時にいつも言うように、イエス様がこうやって食べるときに、ここに、ね、ヨハネでしょうね、ここにおなかのところに頭を置いて、足を外に投げ出して食べる。その次の人はヨハネの頭のところに、おなかのところに頭を置いて足を投げ出す。外に全部足がダーッと並ぶ。だからイエス様は立ち上がって足を洗えたんですよ。全然不自然じゃない、自然なんですね。で、回っていったの、ぐるっとね。あれ、もし最後の晩餐だったら、イエス様は立ち上がり、この机の中に潜り込んで足を洗った。いや、真面目にそうなんですよ。日本人はね、欧米に弱いんですよ。何でもそれは正しいと思うけど、とんでもない。高ぶっちゃいけませんけどね。そのくせアジアには高いんですよ。これはね、霊が働いてると思います。クリスチャンそうならないでね。みんな同じです、神の前に。本当にへりくだって、ね、神の前に同じですからね。こびることもないし、高ぶることもない。これね。で、まあね、そうだったで、この時に横になってね、こうみんなね、座ったん。どうして、食事の準備です、いつですって言った時ね、あ、足りないとかね、もうなんて準備がないんだとかね、あ、どうしようとか言ってないんですよ。いつです、じゃあみんな準備してって、それで十分だってことです。そこから始めようってことです。さっきのフィリピン人もね、我々を見て神様はね、はあ、これじゃどうしようもないって言わなかったんです。さあ行きなさいって。だみんながね、謝ろうって言ったん。ヒーリングミラクル苦しい時に何度も言いましたけど、謝ろうって。今笑い話ですけど、皆さんがリーダーと思って考えてください。とってもこれで、もう先に謝っておこうってね。でみんなそう思って、ほんで神様はやれって言ったん。パウロ牧師はね、そこを尊敬するんです。やれって言われたから言ったん。でも言ったでしょ、お尻が引けて祈れなかったって誰もいなくなったから祈ったって。あれね、面白く言ってるけど本当なんですよ。そしたら神が働いちゃったん。これでみんな押しかけてきたら、もう祈らずないから、みんな祈ったら働いちゃったん。一番驚いたのは日本人だったん。神がおっしゃったから技が起こったんです。5つでも10個でも1個でもよかったんです。イエス様はいくつある、ほらあるでしょって、もうそれでいいんだよって、見ときなさいよって、そこから奇跡ができるんだからって。皆さんね、あるんですよ、皆さんの中には。いや私は何もないって人、そうは思いませんが、100歩譲って、あなたがそういうなら何もないことにしましょう。でもあなたは存在している、命がある。私の命なんて絶対言わないでください。うち8人子供いるんですけどね、みんな大切な命です。ありますか。存在していること自体が素晴らしいんです。うちの子ほとんど不登校と通過してるんですね。で、不登校したら最初はね、怒って、次なだめて、好きなもの食べさせて、ね、いろいろやるんです。いろいろ一生懸命で、何とか生かせようとするけど、いかない。最後にたどり着くのはね、生きてくれていたらいいってこと。これはね、不登校のね、長い間不登校を通った方の親は私に共感してくれると思います。あなたは大丈夫だよを作った人もそうなんですよ。子供は不登校でどんなにやってもダメで、最後は生きてくれていいと思ったあの歌を作ったんですよ。生きていてくれたらいいって、いてくれたらいいって、存在自体がすごく大事なんです。存在自体がものすごい効果なんです。で、それだけじゃない、実は皆さんあるんですよ。皆さんの中に歌えるでしょ、でもある方います。歌えるけれども、私は歌いはできますけれども、みんながお腹痛くなりますだからね、長崎でね、ウェブゴスペルコンサートでやってるんですよ。聞いたらですね、ある若い青年がですね、見てくれたそうです。ところがですね、最初のゴスペルクラブは聞いていて、そのうち言いました、全部スキップしていいって申し訳ないけど気持ちはわかる。でもそのスキップされた歌で触れられた人はいるんです。
何人か聞いております、真面目に。で私はまああのね、あのこう気を使って言ってくれてるのかなと思ったら、そうじゃなくて本当に振られてた人もいるんですね、何人もね。面白いなと思いますよね。どんな上手い人でも出てない人はダメなんです。だって出てないんだもん、聞きようがないじゃん。出た人は作曲したとしても、この奏楽者と協奏曲、協奏曲って分かりますか、ちょっと字が違う、協奏曲、協奏曲を描いたいとしても、ある方にはその協奏曲がいいわけです。である方でしょ、いや私はそれでも下手って人、長崎教会のオンラインを聞いてください、自信が出ます何言いたいかって言うとね、今あるものをこれっぽっちではないで、5000人相手に5つなんてね、いいですか、うんと今人間的に言いますよ、うんと人間的に言いますよ、不信仰で言いますよ、たった5つ、焼け石に水じゃない、いつもより焼け岩に水蒸気、岩石に、なんだ、岩石に、空気、なんかちょっと分かんなくなっちゃった、ね、氷か、ね、なんかもうどうしようもない、どうしようもないところじゃお話にならない、でしょ。イエス様は一切言いませんでした。5つって聞いた瞬間、準備させたんですね。次に何したかって、その5つをね、祝福したんです。こうは祈れなかったんです。ちょっとすみませんね、水、なんか言えないかな。鉛筆いっぱいあるんですけど、まあこれ、ね、5つを持ってきてね、ハンカ、あ、何にしましょうかね、ちゃんと小道具、こういう時には久保田牧師は小道具をいつも用意してるんですよねまあね、これ、ね、用意してね、あのこれ、これ、神様5つしかありません、たった5つです、あと人1個食べるにしても、男だけで4995必要です、神様助けてください、よろしくお願いしますなんて言わなかったんですよ。5つあります、感謝します。まず、あの他の、またヨハネの福音書を感謝してるからね、5つあります、感謝します、この1つ1つありがとうございますって、その後、祝福したんです。この1つ1つを本当に祝福してください。神を祝福してください、これを祝福してくださいって言ったんです。一切この5つに否定的な見解とか見方はしてないんです。嬉しいですね。神様、あなたを見て足りないなんて絶対言いません。あなたで十分。そのあなたを通して私は祝福しようって奇跡をなそうって言ってくださるんですよね。そしてね、祝福してね、ただこの後ね、今日これテーマじゃないからもう深く話しますけど、裂かれたんです。今日ここは強く言われてないけど、これ以上話します、裂かれた。多くの人が奇跡を見ないのは、この裂かれた時にギャーって言ってですね、ちょっと待ってもういいとか言うんですね裂かれた、裂かれた時に増えていった。で弟子たちに与えて、弟子たちに配った、弟子たちに配る時もね、こう咲いても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 、これ手を見てください、エス様が咲いても咲いても減らなかったのか、咲いて弟子たちもこう渡すときにこう咲いて渡したのか、ちょっとね、これ手を見て確認しないといけない、とにかく増えたんですよ。しかも増えるときに、いつも私が言いますように、マルコではこう書いてあるね、42節、人々は食べて、みんなパンマークしたと書いてある。他の国書では欲しいだけ分けられたと書いてある。つまり一人一人が欲しいだけ分けられたんです。これね、やっぱすごいと思うね、イエス様。日本人ってありませんか、目でサインして、ね、あ、ちょっと名前出した人かな、チャールズ・デュークで来た人、チャールさんとか言ってね、ねチャールさんとか言ってね、パッて渡すんですけどね、目でサインするんですよ。あとこんだけ人がいるんですよ、分かってるでしょって、ね、はい、パン、どうぞと言いながらですね、分かるでしょ、ちょっと考えてね、控えめに取ってねって、こう暗黙のサインで、こっちもね、入ってって、ガバッとか取ったらね、なんて気の利かない人とかって、あと言われるんですよ。京都はその傾向が強い、ね、そうなんですね。ところがね、こう欲しいだけなんです、欲しいだけ。私なんか危ないですね、一体いくつ取っちゃうだろう満腹したっていうか、満腹になったんですよ。フルですよ、フル、フルって英語でフルね。皆さん、イエス様に対してそういうふうに思ってますか。あなたはイエス様に求めるとき、そういうふうに求めてますか。あるいは人々に祈るとき、そういうふうに期待してますか。イエス様は好きなだけ満腹にしてくださるって。いや神様、私はこんなもんで、こんな程度で、さっき献金の話しましたけど、すいません、こんな献金ですから、私はやっぱりこの程度が妥当でしょう、ね、やっぱりこう、もうそれは仕方ありません、当然ですよ神様って思ってませんか。この五千の中にはね、まあ、分かりやすいから献金で言いますよ、すごい献金した人もいるかもしれないけど、もしかしたら献金のときさりげなくトイレに行ってしなかった人いるかもしれない、極端に言ってますよ。全員満腹したんです。
全員満腹したんです。例外なく。これが主なんです。聖書の神なんです。本当に欲しいだけ分けてくださるんですよ、イエス様は。あの、ね、もっと期待してください。そしてね、それでみんな食べて満腹した後に言うんです、弟子たちに。パン切れを集めなさいってね。で、ここが面白いですね。弟子たちに配るようにって弟子たちに配ったんですね。で、私だったら配りながらさりげなくね、見つからないさっと特徴つまみ食いするんですけど、おそらく十二弟子はしなかったと思うから、一で聞いたんですけどね、こう配りながらね、最後でしょ。どんどん増えていくから、わあ、すごいと思ったと思うんだけど、なんか、ね、もし途中で止まったらどうしようと思った人、もしかしたらいたかもしれない。自分の食べるのがなくなるって。聞いたらね、第一礼拝に、ね、結構手挙げた。正直だね、みんな。でこれ配っていったら、もしなく止まったら自分食べれなくなるんですよね。でも弟子たちの特権はね、イエス様のそばにいることなんです。イエス様のそばにいることなんです。これ素晴らしいですね。でもそれとともに、こう一番最後なんです、食べるのは。配っていくから。だから最後に集めなさいって時に集めてみたら、カゴって書いてあって、このカゴは小さなカゴでも1日分、大きなカゴは1週間分なんです。ちゃんと弟子たちには配った最後に1日分か1週間分のパンを神は用意された。全員に12カゴ、12人の弟子ですからね。私ね、聖書を読むといつも感動するんですよ。神様の愛の完全さっていうか、お見事って。しかもね、ちゃんと先に配らせるんですよ、弟子には。さあ配りなさいって言って、これはお互い覚えておきましょうね。先に食べそう、私なんか危ない、先に食べそうで、まず私が腹満たしてとかって、いやそうで危ない。弟子たちが先に配らせたんですよ。でみんなにこう配って、みんな満腹になった後、最後にさあ集めてこなって言ったら、ちゃんと弟子の分は1日分か1週間分あるんですよ。だからね、与えることを心配しないでください。ちゃんとあなたに最後は十分に満たしてくださいますから。あなたのことをイエス様は心配しておられて、きちっとあなたの分は用意してくださってますから、安心して配りましょう、与えましょう。あなたに主はあふれるほどに返してくださいますから。これをね、どうだろう、覚えてほしいと思うんですね。で、本当はここから令和なんですけども、時間が来ちゃったから、もう今日はここで終わりますけれども、特に今日言われたのはね、さっき言ったパンはどれくらいありますかって、どれくらいありますかって。だから言えば5つなら5つ、3つなら3つで、でもそういう時に多くの人は、いや5つぽっちですとか、5つしかありませんとか、なんか言うのも恥ずかしいわって思ってるけど、それを捨ててほしいんです今日。でまた逆に、本当は5つなのに嘘ついてね、10個ですよとかってこう、ね、見え張らないでほしいんです。5つは5つなんですよ。それで十分なんですよ。隣が6個、こっちが3個、関係ない。6個の人見て落ち込み、3個の人見て高ぶる、愚かなことはやめましょう。数は関係ない。あなたが今あるものをそのまま主の前に言えばいい。主はそれを祝福して、それを通して奇跡をなされるんです。どうしてかって、あなたを愛しておられるからです。そしてあなたを通して備えをたくさんの人に流したいんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、今日はちょっと御言葉をね、ちょっとがっちりお話ししましたけども、5000の給食、ぜひねそれを覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、ちょっと駆け足になりましたけれども、御言葉から分かち合えてありがとうございます。イエス様を慕って弟子たちを慕い求めてきたこの男だけで5000人、数万人の人たちを憐れまれて、お話をされ、お腹を空いたまま返したくなくて、5つのパンから奇跡をなさいました。あなたは本当にこの町を、この国を、この時代の人々を愛しておられて、この人たちを何とかして祝福したいと思っていらっしゃいます。私たちの持っているものはほんのわずかです。能力も、イエス様、他が知れています。でもあなたはそうは言われません。どうですか、あなたの前に差し出して、あなたが祝福してくださって、驚くべき奇跡と栄光を見ていくことができるように、とことん導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。じゃあ言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、一人一人の心の叫び、願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。最近めまいがする方ですね、そのめまいの根本の原因に触れて完全に癒してください。イエス・キリストってめまいを癒されよ。
行きたいと思うところがあるんですけど、今コロナのことがいろんなことがあってなかなか行けないという方ですね、神様に祈りなさい。その時に今不可能と思っていることが開いてきます。それは神の方法で開かれます。この無理だと諦めないで祈りなさい。その時奇跡が始まってくる。遠く離れていて、そしてちょっと、断絶はしてないんですけれども、なんかもう疎遠になってしまっている。そしてもう ある意味で諦めているところがあるんですけど、諦めてはいけません。疎遠になったその人のために祈りなさい。神に祈りなさい。そしたら神様があなたにどう祈ればいいか教えられます、示されます。その示しに従って祈っていくときに、なんかその離れていた人との関わりが開き、連絡が始まってきます。でそしてそこから大きな関わりが開き、大きく変わってきます。でもう 時が来ているので、今まで全然それがなかったのでもう諦めてるんですけど、祈りなさい。今祈らないとあなたは後で後悔することになると教えられます。あらば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 ら。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様、皆によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。